菅さんの発足時には 67% ぐらい支持率があったでしょ、うん、50% に落ちた、うん、もうこれはね、いわば希望ですよ、うん、みんなはもう呆れてるのよね、うん、だからね、50% っていうのはね、50% がまだ支持があると思うだろうけど、カーブが落ち始めたっていうのはこれからどんどん落ちますよ、うん、まあ40% ぐらいあればいいと思ってるからね、彼らは。いや、もう本当に私たちからすれば誰も支持はしない。例えば菅内閣反対とか自民党打倒とかっていうふうなことを大きな声で言ってデモをするようなことにみんなが飽きたと私は思う。もうそういうことも虚しかったからね。だって60年も70年もみんなやったわけですよ。特に60年の時なんか私も歩いたからよく覚えてるけれども、銀座通りを手をつないでもう銀座通りいっぱいになってね、もう築地の方まで歩いたというようなことがあった。あの時にみんなそれぞれがいろんなことをやった。だけどいいことはなかったじゃないですか。だからね、結果がなければ、それが続けばみんなの気持ちも生むんですよ、飽きるんですよ。だからもうダメだと思えば我が子にね、そのことを伝えない。そういうことの繰り返しでもう次の次の世代が大人になってる時代じゃないですかね、うん、そうですね。だからそれが現状なのよ。そして今の若い人たちはね、まあ、ここで今日は なぜこれ佐々木さんに来てもらったかというと、若い人たちにね、日本は戦争をしたんだよと、うん、太平洋戦争という、まあ、もちろん日中とかいろいろあるけども、最後の戦争として太平洋戦争という12月8日に、開戦をして攻撃、真珠湾を攻撃して、そして20年の8月15日に無条件降伏をして、しかしそれ以来日本はただの一人も人を殺してないし、日本人も一人も殺されていないということをちゃんと言わなきゃね。ね、そういうことをちゃんと知ってほしいなと、うん、本当にそうですね、うん、だから僕はね、残念なんですよ、まだね、この新聞はもう終戦の日はね、終戦記念日というじゃないですか。そして天皇陛下と皇后陛下がね、参列して、全国追悼式、戦没者追悼式かというのをやるじゃないですか、大々的に。それはもちろんテレビなんかも伝えるし、新聞でも書くし。だから終戦の日は伝えるのに、まあもちろんさっき最初におっしゃったようにね、開戦の日はもうね、恥ずかしい日だし、無謀な戦争を始めた日だから、まああんまり大々的には言いたくないだろうけれども、しかし終戦につながる開戦の日だから、やっぱりそれはその悔いの意味も込めて、やっぱりちゃんと新聞はね、メディアはこの開戦の日は伝えてほしいんですよね。私が思うにね、みんな戦争があったことをもう忘れちゃってるわけよね、うん、知らない子がいっぱいいるわけね。で、その戦争がどんなにむごいものかっていうのは、だってもう昭和18年19年20年頃はどこの家庭もいつ父親やあるいは兄に赤紙召集令状が来るか、みんなビクビクして暮らっていたのね。で、そういう状況の中でやっぱり帰ってこない人がいかに多くいたか、310万の日本人が死んでる、あの戦争で死んでるっていうし、その中には民間の人ももちろん入ってるけど、200万以上の男たちが死んでるわけよ、うん、それは戦死っていうけどね、ほとんど5割以上6割ぐらいガスなの、上に、ね、ガスと病死ですね。そう、絶対にね、食べ物を運ぶ術もなくて、今ねニューギニアって言っても飛ぶいいから地図出してきて見せてやらなきゃ分からないけど、ここまで行ってここに置き去りにして、ここでどれだけの人がガスってるか分からないというような戦争があったと。どこから始まったかって言ったら、昭和16年の12月8日の真珠湾奇襲だというところから始まらなきゃならないじゃない。そうです。それが今日という日付なのよね。そうです。ね、そう言ってたけど、ね、負け、それで負けたと。負けた。それも10年も戦ったんじゃないからね。4年ちょっとぐらいでしょう。まあ、広島と長崎も
こっから始まってるわけですよね。そうです。そう、あのね、日本がね、あの原発を研究してた人たちはドイツには使わないってことを決めていたっていうのよね、うんうん、でドイツが降伏する以前にはできなかったわけで、その7月にあのトップ会談を、ドイツでやってる時にもうドイツは負けちゃってるからね、それで会議をやってる時にアメリカからの原発に成功した来ましたっていうのが来て、それでそのトルーマンは決心して日本に落とすけれども、私はアメリカの人たちに聞きたいのは、広島はいろんな理由をつけられるかもしれない、アメリカ人の立場でね、だけどじゃあなぜ2発目の長崎に落とす必要があるんですかっていうことを聞きたいですね。つまり原発の威力を試すんだったら広島、まあ、一発だっていいわけでしょ、なんで長崎がまたやるのか、そういう話をすると、うん、2つの原発は違うっていうのよ。そう、ウラニウムとプルトニウムと、そうそう、だけどそんな違うことなんかは結局試したわけですよ。そうです。そういうことをしていいんですかっていうことは、これは私はあの戦争の批判というもの、反省というものは持っているけど、でもあのいろんなことを言っているアメリカ人にはそのことを聞きたいね。そして原発というものはどんなにその無益な、それもその時代を超えて我が子にも我が孫にもつなぐようなすごい悲劇をもたらすということをね。一応数字では50万、後遺症も含めて50万ですね、広島長崎で。パールハーバー2000人でね、2000ちょっとですね。だからパールハーバーの2000人とね、50万とね、アメリカ人は一緒にするんですよ。僕らも一緒にしたくないですけど、まあ、でも日本人の若い人たち、まあ、中高年も含めてやっぱりもう一回日本がね、戦争をこの日12月8日の日に始めちゃったんだということをね、この次もう一回ね、戦争を始める12月8日何日か知らないけれども、不特定の12月8日は二度と来てはならないと私は思うね。ですね。そんなことになったらね、もう今若い子たちね、いろんな分からないとか、あのつまらないとかいろんなこと言ってるけれども、あなたたちの人生も、それからあなたが愛し合うかもしれない人の人生も、親も兄弟も全部自分の命、運命というものを自分の手に持てなくなる、うん、あのそのために大勢の人たちが本当にあの孤独に生き残って、よく私は耐えて戦後生きてきたと思う。よくみんなね、絶望して死ぬかって言ったらそうじゃないのよ ね。もうね、日本中爆撃されているから。89歳のこの主婦、12月8日この日を忘れないっていう、こういう新聞の今日あの投稿欄です、朝日の。やっぱそういうのは乗っけてほしいよね、もうちょっと。そうね、本当。本当に毎日新聞は全然ないんですよ。89歳っていうのはすごい年上だと思われてるね、うん。私はこの人より年上だからね。そうだよね。いや、なぜか毎日はこのヨロクというこういうコラムでちょっと書いてるだけで、あとはどこ探してもない。あのね、これね、例えば余力を担当している人がどういう世界観を持つよ、どういう人生を生きてきて何を考えているかの反映だからね。あの無署名だから読者はもう顔が見えないけれども、だけどこれを書いた人に会ってみれば、この人はやっぱりこの年齢なのかって私なんか思うね。おそらくまあそんな年高年齢ではないでしょうね。そこもうせいぜい50ですよね。50後半ですね。知らない、何にも朝鮮戦争も知らないし、うん、体験はないでしょうね、うん、もうあの新聞社の現役はみんな知らないですよそうね。で僕はもう実は今日あの毎日新聞の編集局長に電話しました。あ、そう、なんで毎日の先生に載せてほしい、うんね、来年は80周年だと、うん、80周年はちゃんと戦争の日、開戦の日は伝えてくださいと編集局長に直接電話しました。まあ、あの一応大阪社会部の後輩だから僕の名前知ってるから、もういい、そうでもしないともうやってられない。だってそうやってどんどんね、忘れられていくのはやっぱり困るんですよね。コロナのことをちょっと聞きますけど、はい、
コロナのこと、感染が拡大、一応拡大してますよね。佐々木さんはコロナについてはどう思ってます？私は5月の11日に家の中で転んで第二腰椎の骨折をやって、はい、寝たきりというのは続いて、外へ出るのは本当に久しぶりですから、皆さんのようにそのまだ電車にずっと乗ったことがないので、ね、電車にもバスにもね、だから私は県外にいて、なんて一種の前の中にいるような状態で、飯食うっつっても 僕と佐藤由紀と3人で飯食うぐらい、まあそれぐらい ね、例外、それは、うん、だからね、これはもう一般論は言えないと思う。みんな外へ出る人たちは不安だろうと思うのね、うん、特にテレワークなんて言ってるけれども、会社へっていうか職場へ行かなければ成り立たない仕事もいっぱいあるわけじゃない。とみんな満員電車に乗って、でマスクをかけて、でも危ないなと思ってるわけよ。そして潜伏期間が長いのね、2週間の場合もある、うん、そうですね。だからね、みんな今日が安泰かどうかわからない。で無症状の人が結構いますからね。でもね、高熱が出た人もいるのね、うん、だから一般論ではわからないけれども、私はなぜその検査を全国民でやらないのかと思っています、うん、PCR 検査をね、はい、うん、そうすれば余計な心配をしないし、早くに手を打てるし、それから日本は世界全体から比べたらまだ少ないけれども、でもどのぐらいの人が陽性であるかっていう、今日の日付でいいから、まず1回声が欲しいですよね、答えが。それをやらなければダメですよね。これはもう菅さんに厳重に言いたい、うん、人は何を言ってるのかと思うけれども、何が強盗なんとかって言うけれども、強盗なんかじゃなくって、強盗か、うん、じゃなくって、強盗、この検査をね、強盗強盗です。この検査をね、みんながやればね、この何とも言えない不安っていうものはみんなが一応は解除するんですよ。この日付では陰性であったと、でその後でもし陽性になっても、この間だけをフォローすればいいわけじゃないですか。1億2000万ぐらいの日本人がいるとしても、でもやっぱり私はそれを全部やるだけの能力があるはずですよ、この国は。やらないだけよね、何を言ってるのかと思うね。だいたい菅さん自身がやったんですか、検査。自分は陰性だとか言ったらいいじゃないですか。イギリスの首相だって入院までしてかなり渋滞だったのね、人ね、呼吸器もね、人工呼吸器もつけたって。だけど出てきて頑張っているじゃない。人だって怖いはずよ、後遺症があるかもしれない。いや、外国は政治家は結構なっています。アメリカなんかもう結構ね、いろんなね、トランプのそばでも、そう、大統領府の人たちが大勢なってるから、あの人だって危ないよ。トランプの一番の応援団のジュリアーニと元、ニューヨークの市長、あれも陽性だって話ですね。もうざらに大統領府の中に陽性の人はいるのよ。いますよ。だから集団感染になってもトランプ自身も分かんないのよね、うん、だからあの人は怖くないって言ってるのよ。怖いって言うとまずいからね。だけど菅さんはね、まず検査をして、私は陰性ですとか陽性ですかって言わなきゃならない。陽性だったら出てきてはならないけども、陰性だったらちゃんともっとみんなの声を聞き、自分の声もみんなに聞いてもらうという政治をしなきゃね、うん、案外ね、みんなやってないんですよ。例えばね、僕脊柱管狭窄症で手術で入院しましたけど、びっくりしたのはね、看護師さんも医師もみんな誰もしてないです。あ、そう。してませんよ。医療機関の人も。医療機関も全くやってないです。どうしてしないんだろう。うつらないと思ってですよね。感染しないと思ってです。いや、そうじゃない。それなのにですよ。入院するときは必ず PCR 検査されるんですよ。患者は。看護師さんたちにうつると困るからですよ。そう。だから僕らはちゃんと検査して、でね、おかしいのはね、僕陰性だったわけね。陰性だとね、何にも言われないんです、そのまま。だから陽性の人だけ言われる。陽性の人は入れないですよ。いや、隔離されるんです、うん、病院の中に隔離される。放り出すことはしないです、それは。放り出すことはしないけど隔離される。だけど、うん、まあそれはね、ここの上先生なんかもそうですけど、
PCR 検査をもっとねちゃんとやるべきだと。やるべきですよ。前誰かみんな言ってるんですけどね、なかなかね。でもこういう機会でないとね、私はそうずっと思っているんだけれども、伝わらないから本当にはっきり言うけれども、もう日本人というかもうこの列島に住んでる人は全部やるということ。そしてね、一応この時点で陰性か陽性かっていうのがはっきりしたら、みんな余計な心配しなくていいですよ。陽性になると、免疫ができる可能性があるので、ね、もう二度と感染することはまあケースとしては少ない。いや、免疫ができても半年しか持たないって言ってるから、いろいろ説があるけれども、免疫ができたからといって安心できないけれども、でも一回もうこの全員がね検査をして陰性と陽性を分けて、陽性がどれぐらいあるかっていうことをねきちっと把握した方がいいと思う、まあそこだけ、まあ実際はそれだけの体制が追いついてないんだと思いますね、その検査の体制が。でもね、お金がかかることだから、でもお金をかけたらいいじゃないですか。日本はね今まで、スペイン風邪はちょっとあったんですが、こういうその、まあインフルエンザはかなり感染してますけど、インフルエンザあれですよ、今のコロナよりも死者も多いし感染症も多いんですよ。だけどインフルエンザワクチンがあったから、まあ、そんなに騒がなかったんですけど、まあコロナもしかし間もなくワクチンが来ると言ってますけど、それでも騒ぐかな。ワクチンが来たら大丈夫ですかね。いや、ワクチンがその有効かどうかもまだはっきりしないのね。しないんですね。で、まあ、日本では今問題になっているワクチンが検査に合格して、で日本も買えるようになって、2月か3月が来るまでみんな疑心暗鬼でお互いの顔を見てもこの人は陰性か陽性かと思って暮らさなきゃならない、そうだったらとしたら私はね、なんかそのやたらとね、いろんなこと形でね税金がどんどん使われているのよね、なんだかわからないけど、それで本当に税金が必要な人たち、つまり10時とか9時とかに営業を打ち切られる人たちの生活なんかは誰も考えてやらない、政治家が考えなきゃならないんだけれども、GoTo なんとかっていうのは本当にやめてもらいたい、ね、税金の無駄遣いで全部あれは最終的に我々が払わなきゃいけないんですね、税金は。あれ税金ですからね。そうですよ、でも税金だってこともみんなわからないんだから、国がねなんか恩情で与えるようにみんな思ってるんです、国民は。そうじゃない、あんたらが最終的に払うお金だよっていう。そう。だから税金を使うならば、本当に私はもうコロナの検査をしてもらいたい。まあ佐々木さんは幸い、感染したらやっぱりやばいですかね。いや、もう私は感染しても怖くないのね。怖くない。だってあなた90年生きてごらんなさいよ。もうそうか、もういつ人生が終わってもいいのよ。じゃあコロナで今それは考えないようにしましょう。まあ佐々木さん長生きすると思う。瀬戸内さんほらね、瀬戸内さんが98だからね、100ですね、もうじきね。まあ、瀬戸内さんと佐々木さんも長生きしてください。いいえ、私は長生きしようと思ってなくて、すでにもう今日は佐々木さん長生き宣言では私もついてきます。私実際違いますから、実際後ついてきます。12月っていうと中村哲先生が、はい、12月4日に亡くなられた、はい、先立つわけなんですよね、はい、中村先生という人物についてね、できればちょっと一言なんかいろいろお話を伺えればなと思います。私は先生が撃たれて亡くなられたということは非常なショックですね。人が亡くなるということは悲しいことですけれども、中村先生はまさかあんな襲撃を受けて亡くなると思っていらっしゃらなかった。だから一緒に働くスタッフと一緒に行ったわけですね。でもスタッフ4人とそれから先生の車のドライバーと5人のアフガニスタンの人が亡くなっていますけれども、先生はね、でも私はこの1年が過ぎて思うと、金がね、死と隣り合わせ、
つまりあそこは戦場だ、うん、戦争が続いている、そこでやっているんだからどれだけ気をつけても安全なわけはないと。でその先生はね、どこかで死ぬことは覚悟してらしたと思うんです。で私がそれを思うのは、先生の次男がね、あの2001年にあの脳の難しいところにできる神経脳腫という、まあ、癌ですね、癌で亡くなったんです。で先生はそばについていてやりたいけれども、アフガニスタンにいなきゃならないし、帰ってきてる時にはあのお金を集めるために全国の講演会をして歩いてらした。で我が子のもう助けようがない、で痛みを軽減するために2回手術をしたけれども、この子が1回も苦しいとも痛いとも言わなかったっていうんですね。で先生はもう本当に最後の1ヶ月だけ意識がなくなってこのそばにいた。でついに亡くなった時にあの庭へ出て行ったら、その子が生まれたちょうど同じ頃に鳥があの運んできて糞か何か落として育ってきた木があって、この木はお前と同い年だって言ってた木がね、もうちゃんとそこ10歳でその子、お子さんは亡くなってるんですけど、木は10年経てばちゃんと一人前の木になるわけですよね。でその木を見た時にね、初めて涙が出たっておっしゃるんですね。それであの親より先に行く馬鹿があるかって、あの見ておれって、お前の弔いは俺が命がけでやるからなって、その涙ながらに先生おっしゃったって言うんですね。それでそれからその息子さんは先生の夢枕に立ったって言うんですね。あの先生は本当にあの息子さんの死が本当にあの痛みのもう極限みたいに思っていらした。だから死んでいく時にね、あの息子がとこれで一つに、息子さんが亡くなった日が12月24日なんです。同じ12月に親も子も亡くなったんですね。だからそれは偶然にしてもできすぎているし、先生はこれでやっとお心安らかになっただろうと。アフガニスタンは我々のやってることは全部日本人も何も忘れられるだろうけど、最後まで残るのは水路だと。のこれがなくては農民は生きていけないから、水路だけは残るだろうけれども、誰がそれを掘ったかのというようなことはみんな忘れられていくと。それからペシャワール会という組織も、これももう潰れても組織のために自分は働こうと思わない、だからもう無理なことはしないと言ってらっしゃいましたね。そのことを私はずっとこの1年間何度も自分と自分が聞き手になって作った先生の本を読み返していると、あちこちにもう先生はあの論語から始まって聖書も、それから現地の人たちの宗教書も全部読み抜いて、みんなが同じことを言っている。でもう人間というものは本当に消えるときは虚しく消えるということをよく分かっていらした。だからあのこれでいいんだと言ってらっしゃる。あのアフガンの人たちは残されて、その土地は自分たちでやっていかなければ生きていけないんだから、あのこれで自分がいなくなっても水は流れていくだろうと思っていらっしゃるだろうという気持ちがやっとこの頃になって出てきて落ち着きました。いくつだったっけ、んいくつだろう、73。愛は信ずるに足り真心、愛は信ずるに足り真心は信ずるに、人は愛するに足り真心は信ずるに足るっていうことを先生が繰り返しておっしゃったんですね。でそういうタイトルにしたんです、私は規定に徹して。でそれでなぜやったかっていうと、お金をカンパするけど1回に1万円ぐらいカンパするのがやっとだから、もっと何十万かのお金欲しいと思ったの私ね。それで本を作って印税をそっくり先生のものにすればある程度のお金がまとまると思って、でね5万部近くまで、もう私はもう本当にそこら中に声をかけて売りました。これはもう一つも恥ずかしくなかった、で良かったと思います。黒岩さんもね、中村先生とはね、いろいろつながりがあって、うん、僕もあの何度か会ってます。どこで会った、東京で会った、どこだったろう、福岡じゃないかな、あ、そう、大牟田なのね、お住まいはね、うん、福岡に帰っておられた時だったと思いますね。どこだったか全然思い出せないな、東京じゃなかったよね。あのね、中村先生はね、あのもうこのスケジュールで動くのは無理っていうようなものすごい過密スケジュールで帰ってくるのよね、うん、それでその2週間か3週間日本にいて、ですぐ飛んで帰るんだよね。
私は福岡まで会いに行きましたね。2回会いに行った。ああそうですか。うん、あ大牟田だよね。大牟田なのね、うん、あの奥様の実家があるのが大牟田なんだって。なんか岸田会はあの長女のね、あの秋子って書いてある、秋子さん、ええ、のかな、あの方が継ぐということでね、継ぐかどうか。でも中村さんっていうね、うん、人があのペシャール会の代表になってやりますって言っておられるけれども、うん、でも中村さんはお医者様だけれどもどうなるかわからないですね。あのお嬢さんはもう結婚してお子さんはないけれども、ね、あの方はね熊本に住んでいるのかな。まあでも事務所に来ていればなんとなく紛れるだろうと思う。全国からいろんな便りが来たりね、解放を編集しなかったりしなきゃならなかったりするからね、仕事があれば紛れるってことあるじゃないです か、うん、だからお嬢さんはそうだと思います。私は今年の1月にあの先生をしのぶ会っていうのに一人で行って、それで奥様と お子さんたちに会いました。で出てきたんですよ、あの先生の出身学校の西南学院かな、西南、うん、もうとんでもなく遠いところなのね、うん、で行く時はタクシーに西南学院って言ったらそこ行ったの。帰り出てきたら車なんか一台も走ってない、走ってないとか雨は降ってくるしね、もうこれは帰りの飛行機に間に合うのかと思った、うん、まあ偏僻なところにあるからね。そうなんですね、うん、交通の激しいところ何にも知らないところだからもう本当にあの時は心細いなと思って、しかし先生はやっぱり何にもわからないところでね、つまり何にもその言葉は勉強して通じるようになったけれども、そういうところで一人で撮ったんだなということを思って、まあ、こんなところでそのしょんぼりしてもダメだと思って、で見てたら向こうの方からバスが来たのね。でどこ行くバスかわからないの、反対かもしれないね空港と、でもともかく何かに乗ればどこか連絡のあるところ行くだろうと、それに乗ったの。あそうですか。そう、もうこれはすごい冒険みたいなものよ、東西南北全く分かんない、どっかで降りてタクシー、いやそれでねもう緊張してるから行く先をじっとこう見てたらね、ずっと下の方に天神ってあったの、ね、天神は駅に近いと思って天それで天神外を一生懸命見てたらね、あの空車の赤ランプが並んでるところとか急いで降りてその拾って帰ってきた。天神に行けば大丈夫ですね、うん、まああれはもう本当にあの私は裏門の方に出たらしいのよ、会が終わった途端にスッとこう出てきたからね、うん、こっち行けばまだ人がいたんでしょうけど誰もいなかったそういう経験をしました。はい、はい、ちょうど3時になりましたのでお約束の時間ありがとうございました。ありがとうございました。